令和3年成人式を開催いたします。1月11日二十歳の門出を祝う成人の日、さくら市民音楽ホールで開催を予定していた成人式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いている状況を踏まえ、集合形式の式典は中止、開催方法を変更し、令和3年の成人式はオンライン配信となりました。さくら市の成人式は、新成人に配る記念品の企画、制作から式典の進行まで、新成人からなる成人式運営委員会によって行われます。半年間にわたり準備をし、自分たちで作り上げる成人式。残念ながら客席に新成人は見られませんが、ステージ上には晴れ着に身を包んだ運営委員会メンバーの姿がありました。今回は成人式にかけた運営委員の思いに迫ります。さくら市の今年の新成人は1591人。平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人たちです。新成人の皆さんが生まれた20年前、20世紀最後の年である2000年には、シドニーオリンピックで女子マラソンの高橋尚子選手が金メダルに輝いたほか、イチロー選手が日本人初の野手としてメジャーリーグに移籍するなど、世界で日本人選手が活躍しました。これを受け、さくら市では小出義雄監督と高橋尚子選手に市民栄誉賞を授与。またさくら市の施設、南部保健福祉センターやミレニアムセンターさくらが相次いでオープンした年でもありました。そして迎えた成人の日、今年の成人式はオンライン配信となり、無観客の中執り行われました。画面の向こうで見ている新成人に、またそのご家族に心を込めて届けます。壇上で司会を務めるのは、この度20歳を迎えた成人式運営委員会の皆さんです。この日のために準備を重ねてきました。成人式運営委員会は、新成人を対象に市が募集をして集まったメンバーで構成。今回は9人の新成人が運営委員になりました。成人式運営委員会はおよそ半年前から準備を開始。コロナ禍で先が見えない中、学業やアルバイトに励みながら、こまめに連絡を取り合い、さまざまな活動を行ってきました。例えば、成人式で新成人に配る記念冊子作りもその一つ。内容の企画から取材まで、運営委員自らが行いました。記念冊子には、新成人がお世話になった恩師たちのメッセージ集のほか、栄養士さん直伝の学校給食レシピなど、新成人にとっては思い出深い内容がいっぱい。また記念品は身近に置いて気軽に使ってもらえるようにと、ステンレス製のマグカップに決まりました。一つ一つに気持ちを込めて企画した品々、みんなに思いが届くといいですね。成人式前日の1月10日、会場となるさくら市民音楽ホールでは、本番さながらの最終チェックが行われていました。オンライン配信での成人式は初の試み。リハーサルにも余念がありません。
本番も客席に人はいませんが、気を抜かず心を込めて臨みます。また明日の晴れ舞台を彩るお花が華やかな雰囲気を醸し出していました。ところで、これまで活動を頑張ってきた皆さんはどのような思いから運営委員になったのでしょうか。私のモットーが、人生一度きりっていうのがありまして、でこういう成人式の運営委員なんてもう1回しかできないんで、ぜひやりたいなと思って応募しました。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、皆さんがあまりいい思い出を作ることができないという状況が続いていました。しかし、佐倉市出身の皆さんが20歳を迎えるこの大事な式典を少しでもいい思い出にしていただけたらなと思って、少しでもそれに貢献できたらいいなと思って立候補しました。私は同じ世代の人たちと一生に一度の思い出をたくさん作って盛り上げようと思ったため立候補しました。半年かけて積み上げてきたものを披露する本番が明日に迫り、いよいよリハーサルも大詰めを迎えます。運営委員のメンバーに意気込みを聞いてみました。やっぱり他の人たちはここに来て一緒に成人を迎えられないっていう悲しさはありますが、オンラインでもみんなが楽しく見れるように動画一生懸命作ったり、あと懐かしいなって思えるように恩師の先生とか学校とかの動画を撮りに行ったので、ぜひみんなに見て楽しんで成人を迎えてもらえたらなって思います。スライドショーは僕が作りました。恩師の映像や中学校の写真などはみんなで集めて、それを僕が一つにまとめて完成できた映像なので、それを皆さん成人式の方に見せるのが楽しみです。オンラインという形になってしまいましたが、人生の中でも大変重要な節目となっているので、成人式運営委員会としての責任を持って頑張っていきたいと思います。それぞれの思いを胸に明日の本番を迎えます。1月11日成人式当日、艶やかな晴れ着姿のメンバーが次々とやってきました。これまでの成果を発表する自分たちの晴れ舞台、例年とは違い華やかさには欠けますが、オンライン配信でより多くの人が見ることができるため一層気合も入ります。成人式開式に先立ちご挨拶させていただきます。今年度佐倉市成人式運営委員会委員長を務めます佐々木大輔です。これからもコロナに負けず成人としての自覚を持ち、夢を持って頑張っていきましょう。当日のオンライン配信は6000を超える視聴がありました。いよいよ成人式がスタート。式典は運営委員の司会進行により行われます。緊張した面持ちの中にも無事今日という日を迎えられた喜びがあふれていました。私の市長として佐倉市民の皆さんの命を守らなければならない、この上に立って団長の思いでこの結果に至りました。改めて本当に開催できなかった申し訳ございませんでした。新成人の皆さん、本日はご成人誠におめでとうございます。また本日まで愛情深く立派に育てられましたご家族の皆さんに深く敬意を表しますとともに、心よりお祝い申し上げます。今日直接新成人の皆様にお会いできないのは非常に
寂しい思いでありますが、この厳しい状況を皆さんと力を合わせて乗り越えてまいりましょう。頑張ってまいりましょう。式典で上映されたのは、運営委員の皆さんがかつての恩師を訪ね、自ら撮影をして作り上げたスライドショー。母校の風景やお世話になった恩師の姿に、きっと新成人の皆さんも当時を思い出し、懐かしい気持ちに包まれたのではないでしょうか。また、小学生からは新成人への応援メッセージがありました。テーマは、将来なりたい自分。小学生が堂々とスピーチする姿に勇気づけられ、新成人も夢に向かう気持ちを新たにしたことでしょう。大人への一歩を踏み出す成人式。無観客ではあるものの、運営委員の皆さんは自分たちの手で見事に作り上げました。やっぱ一番は清々しいですね。で、まあ、参加できなかった子たちがきっとオンラインで見てくれたと思うので、自分たちがしっかりとやれば、その人たちも参加したような気になってたらいいなとは思います。自分たち的にはやっぱり準備してきてくれて、みんなが、で、結果すごくいい成人式を作ることができたので、本当に良かったなって思ってます。以上です。今回コロナでオンラインの開催となりましたが、自分たちがこれまで計画してきて、企画してきて、その、企画してきたものをスムーズに、全てやりきることができたので、オンラインであってもとてもいい成人式だったと思います。ありがとうございました。まずは実行委員としてすごくいい経験をさせていただいたなと思うのが一つと、あと当日にこう空席な席を見て、ちょっとやっぱり切なかったのが一番あるんですけれども、そのみんなでまた再会できるときに、もうどの世代よりも喜び合える自信があるので、みんなにまた会える日が来るまで一生懸命頑張っていきたいなと心から思いました。コロナ禍で迎えた成人式、残念ながら新成人が一堂に会すことはできませんでしたが、忘れられない成人式となったのではないでしょうか。きっとみんなに思いは届いたことでしょう。二十歳を迎えた新成人の皆さん、輝く今の夢を胸に、一歩一歩未来へ羽ばたいていってください。お疲れ。本来なら新成人が集まり晴れやかな姿をたくさん見ることができたのですが、今回は私たち運営委員の晴れ姿をご覧ください。